こんにちは、くまみきです。今日は9月のお気に入りを紹介していきたいと思います。というわけでですね、私が着てるこちらの T シャツ、早速お気に入りなんですけど、じゃん、こちらですね、騎士団万博の T シャツです。後ろにね、しっかり騎士団がいるの。私ね、今回人生で初めてフェスというものに行ってきたんですけど、もうめちゃめちゃ楽しかったです。行ったのがね、この騎士団万博2018ということで、まあ、友達がねいつもフェスに行ってるんで、ちょっとそれについてってみよう、楽しそうって感じで行ったんだけど、こんなに楽しいものかとびっくりしまして、で記念にね T シャツも買ったの。 T シャツのねデザインもめっちゃ可愛いなって思って、これ普通に超普段着れるじゃんって思って買ったんだけど、ロゴもドーンってあるし、あとなんかすごいこれ T シャツリメイクにも使いやすそうなデザインだなって思って、なんかついついアレンジどうやろうかなとか考えちゃうんだけど、まあしばらくはこのまま着ようかなって感じで、他にもいろいろね買おうかなって思ったんだけど、ちょっとこれだけ買ってきました。で、私ねすごいいっぱい見てきた。とにかくね、みんなについてこうという感じでね、もう連れてってもらっていろいろ面白いものを見させてもらったんだけど、16日2日目だけ行ったんですよ。で見たのがゴールデンボンバー、グループ魂、東京スカパラダイスオーケストラ、オレンジレンジ、ももいろクローバー Z、 10フィット、ハイド、やばい T シャツ屋さん、みやび、騎士団って感じ。うわ、10個見たな私。そんな見たんだ。いやもうね、初めて行ったから、とりあえずもうなんか見たいもの全部見たくなっちゃうじゃないですか。ディズニーランドに初めて行ったら、もうアトラクション全部乗りたくなっちゃうみたいな感じで、もうね忙しかった。足パンパンでもうめっちゃ筋肉痛なので、まあいろいろ見たんだけど、特にね楽しかったのはやっぱオレンジレンジ。オレンジレンジは同世代なんですよ。もう中学高校ぐらいの時、ちょうどオレンジレンジ超聴いてて、アルバムとかも買ってたから、楽しい反面めっちゃ青春のなんか思い出揺られるみたいな感じで、ちょっと苦しいみたいなこう一日でいろんなアーティストさんを見れて、みんなでワイワイ盛り上がってっていうのがすごい楽しかったし、あとフェス飯っていうんですか、屋台のご飯とか、あといちご削りがもう美味しくて美味しくて、友達がいちご削りは絶対食べた方がいいよって言うから、半分それ食べに行ったようなぐらい楽しみにしてたんだけど、美味しかったです。なんかもう来年も行きますいやもう私はね、フェスっていうものはもうとにかく暑いし、人が多いし、私が行くようなとこではない、無理だって思ってたけど、こんなに楽しめてもう本当に良かったです。もう本当にもう語彙力が足りなすぎるんだけど、良かったです楽しかった、ありがとうそして2つ目はこちら、ウェイリーっていうスマホケースです。これね、ゆきりなちゃんに教えてもらってすぐ買いました。ありがとうゆきりなちゃん。あのね、これは外のケースなんだけど、ペロンと離れるんですね。でこっちがメインなんだけど、ここの面がペタペタねくっつくんですよ。こういうところにこうペタって、ほらくっついたー。これで自撮りする時にちょっと遠くから撮れたりとか、全身撮りたい時とか、他の人に撮ってもらうのはちょっと人もいないしとかって時にこれで自分で撮れるし、あと集合写真でこう一番前でこうカメラ持ってる人だけ顔がでっかく写るじゃないですか。これもこう壁にねこれをつけて、みんなで下がって撮ることでちょうどよくバランスよく撮れるっていうのすごい便利。本当にこれ教えてもらってよかった。これだとこうペタペタするからゴミとかつくの心配だなと思って、この外にもつくケースっていうのを探したんですよ。でゆきりんちゃん持ってるのはこの面にこうリング、指のリングなんだっけ、バンカーリングかそれをねついてるやつだったんだけど、私もちょっと Amazon でいろいろ探したら、私手帳型が好きで手帳型のやつありました。こうくっつきます。でこれはペロッとすると、そう今カメラ映ってると思うんだけど、鏡なんですよね。鏡になってるからメイクのチェックとかもすごいささっとできる。でここにいろいろカードも入ります。今んとこ入れてないけど。でただ1個私お買い物失敗したなって思うのは、これの白を買ったんですよ。黒か白しかなくって、黒よりやっぱ白の方が好きだから白を買ったんだけど、見てこれわかるかな。ここの縁のとこネイビーな色になっちゃってるでしょ。色映っちゃったんだよ、ジーパンの。いやー、こうなることはね半分予想ついてたんだけど、速考でなりましたね。だからね、これ見て買おうって思った人はこだわりなければ黒を買った方が汚れが目立たなくていいかなと思います。ちょっと私も黒に買い直しそうなぐらいね落ち込んでいます。てかいろんな色を出してください、お願いします。そして3つ目がこちら、エリクシール・ルフレバランシングバブル洗顔料です。これ前に購入品動画で紹介して、でそれからずっと使ってるんですけど、めちゃめちゃ気に入ってるので、今日はお気に入りでも紹介改めてしたいなと思います。これね、こんな感じでちょっと欠点を先に言っちゃうんだけど、使ってると開けるとこうやって泡がね勝手に溜まります。多分空気とかに触れたりすると泡立っちゃうみたいな感じで、常に蓋があわあわした状態にはなる。ちょっとそれだけね気になるなって感じだけど、あとは全然気にならない。でこれね、泡をこう手にこうジェルを出すんですよ。そしたらこれがねこうやると勝手にもこもこ膨らんで超きめの細かい泡になるので、水も足しながらこう顔でくるくるってやってるとさらにねもこ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 してきて、普通に自分で泡立った泡だとこうやってるうちにどんどん泡が減っていくっていう感覚の方がするかなと思うんだけど、これはこうくるくるしてるとどんどん泡が増えていって終わんないよみたいな、本当にもこ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 増えてくの。だから私みたいなねめんどくさがり女はこれでもう勝手に泡立ってくれる方がとにかく楽で楽で、しかもこれクレンジングもちょっとね入ってるから、本当に軽く下地だけとか日焼け止めだけで過ごした日は、クレンジングせずにもうこれで一気に洗顔とクレンジング済ませちゃう感じで使ってます。ちょっと泡がね気持ちよすぎてずっとコネ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 しながら喋ってたんだけど、結構重みのあるしっかりとしたきめ細かい泡ができます。ちょっと香りがね化学っぽい香りはするかな、なんだろう、こうガスでこうプシューってやるやつだからかな。でもフロンガスは使用していませんって書いてある。ちょっと好みはあるかなって匂いではあります。エチュセかなんかかな、どっか他のメーカーでもこういうね勝手に泡立つ洗顔出てたんで、今年はこういうのがたくさん出てくる年なのかなって思ってます。大変両手にしてしまった。洗い流しにドア開けなきゃいけないんだけどどうしよう、ちょっと頑張って一回洗い流してきまーす。はい、流してきました。そして4つ目こちら、ジアリーノです。いやー、ジアリーノね前から買おうか買おうか悩んでやっと買いました。結構 CM とかでやっててずっと気になってたんですけど、無邪と生活をしてね1年が経ったんですよ。やっぱりね気になりますよね、ペットの匂い。無邪自体はね別にそんな臭くないと思うんだけど、やっぱ無邪のトイレとかの匂いがどうしても部屋にこもるなって思ってて、ずっと部屋にいる時はそんな気になんないけど、外から帰ってきた時にこの家めっちゃペット飼ってる匂いするっていうのがやっぱ分かるんですよ。で自分でも分かるし、多分友達とか家来た時に「ごめんちょっと犬臭いかも」とか言って、みんな「大丈夫だよ全然」とか言うけど、絶対臭いと思ってるなっていうのをねもう自分の鼻で分かるから感じて、これはちょっとどうにかしなきゃなと思ってついに決断して買いました。すごい名前なのよね、パナソニック次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ、すごいねめちゃめちゃ効きます。もうすぐに匂いなくなった。値段もね13万くらいしたからね、結構それでどうしようかなって悩んでたけど、本当に買ってよかったです。ただ1個だけ気になるのはこれね、塩タブレットっていうのを入れるんですよ。でこれ入れてこう空気清浄機械回すじゃないですか。そしたらプールみたいな匂いがする。最初ちょっと塩素っぽい匂いがするんで、私別にその匂い嫌いでもないけど、いい匂いとも思わないけどね、プールっぽいってちょっと思いました。だからこれだけどうしても気になっちゃうって人にはおすすめしないけど、脱臭力で言ったらもう相当効果あるので、かなり買ってよかったっていういいお買い物だったと思います。ただ1個私疑問なのが、脱臭匂い全部取るじゃないですか。部屋とかでアロマとかしたらその匂いも持ってっちゃうのかなと思ってまだ試してないんだけど、それだけ気になってます。よくねお部屋の香りのディフューザーとか置いとくじゃないですか。あの匂いも消えちゃうのかないや、いい匂いにしたいけど基本無臭みたいな感じになっちゃうのかどうかだけ気になっています。ちょっと使ってるよって方とかいたらコメントで教えてください。私もちょっと試そうと思います。そして最後はこちらの充電ステーションです。家にね、いろいろ多いんですよ。 iPhone でしょ、 iPad、 ノートパソコン、充電器、時計とか、なんかね、充電するものが多いので、今までそれぞれバラバラでもうさせるとこに挿して充電してたんだけど、まあなんか部屋が散らばるよねと思って、で Amazon でめっちゃ探してこれだっていうのを見つけました。ちょっと別のカメラで撮って説明します。はい、そんなわけでこちら私のリビングの一角でございます。ソファーの横に充電ステーションを置きました。こんな感じなんですけど、スマホでしょ、カメラ、あとこう時計かけれるやつにしました。腕時計がこんな感じでかけられます。でこちら充電器、 iPad でノートパソコンで、いっぱい充電のこの線があると思うんだけど、ここが蓋になってて、この中に全部収納してあります。パソコンだけはちょっとね、下の方をこっちに直でつないでるんですけど、結構これですっきりしました。ね、もうじゃすっきりだね、コードすっきりだね、ヘックしてるね今日も。はい、でせっかくなんで中も紹介したいと思います。これね、全部取り外したらこんな感じなんですけど、ここ蓋になってます。パカッと、はーい、線がやばい。このね、なんかいっぱいさせるやつは別売りで買いました。こっからコードを全部つなげて外に出るようにしています。はい、というわけでね、これで私のお部屋かなりすっきりしました。あとなんか今まではいろんなものがバラバラのとこに充電してたから、結構探すのが大変だったの。あれ iPad 今どこだっけとか、そういうのがあったんだけど、もうここで充電してますよっていうのは決まってるから、物を探す時間もかなり減りました。やっぱね、物の場所を決めとくって大事だなと思います。はい、というわけで今日は私の9月のお気に入りを紹介していきました。割となんか機械とかね、現実味の強いお買い物が多かったかなっていう印象です。今回は分かるものはね、動画概要欄の方にリンクも貼っておくので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今日の動画楽しんでいただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとね、他の月のお気に入り動画とかもあるので、ぜひ上のカードをタップしてチェックしてみてください。それじゃあ、バイバーイ。